決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。おお、今日はあれか、おもちゃつけねえのか。相手なんか BGM かっこよくなったけど、やる気だな。よし、強い。強い、これは強い。待ってくれ、これ。くそ、これは強いよ。ちょっとこれラッシュの方がいいな。ダメだ、チンピラじゃちょっと動きが遅すぎ。よし、いいよ、見えてる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 。くっそ、ちょっと待って、あー危ない。うぃ、いやちょっとこれ熱いな。これどうぞノーカットでお送りする最後だから、ちょっとで片付けるわ。よけた、くっそ、しっかり見て。ああ、そっちからこっちまで飛んでくるか。おー、やるね。かつえ、くそつえ、なんだこいつ。しかもあれだよ、俺ハードにしてるからな、難易度な。余計つえな。うわあ、コンボが長いよ、クゼさん。よし、舐めてんじゃねえぞ、本気で来いよ。くそ、お、行ったか。おーし、どうしたくぜ、上がってこいよ。さすがにハードだからね、回復薬は使わせてほしい。今更だけど。極みボタン出てんだよ。極みいけっかな。うめえ。強いな、もうちょっとなんだけど。テレクラの看板が。くそ、ダッシュが強いよ。飛び越え、
飛び込め。よし、もうインファイトだ。よし、そうだ、潜れ。相手の懐に潜るんだ。よしよしよし、潜れ。よし、ふぅ、強いクゼさん疲れるなぁ。おい、なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。ん渋沢は殺し屋に女を落とせるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。切れるな渋沢。なんだと。女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら、行けや。かっこいいね、クズさんもね、なんだかんだ言って。ええ、全部覚悟の上です。クズの兄貴。クズさんの履いてる靴、俺高校の時これみたいなやつ履いてたわ。制服に。制服にこんな靴履いて行ってたな、高校な。何のカミングアウトで、ただのチンピラじゃねえか。お疲れ様です。お疲れ様です。よーし。あ、そうか。まあいいだろう、もう行っちゃおう。気になるから、俺。キル。えんや、もう。おう。今のうちにできる。何、セーブしとけみたいなこと言われたような気がするけど。もういいのか。いいよ、もう やっちゃおう。まじまじ切り替え。いいんだ。ああ、もう行こう。わ。な。もう俺にはやることは一つしか残ってない。誠を守るんだ。
俺も多分今日までの命や。何の見えもないようにしとかな。何これ、嘘でしょ。おう、まだ待ち準備は必要や。何これ、こんな人いる、今日が最後の命やっつって。あ、すげえな。なんだこれ。あ、もう準備はいらないね。うん、能力強化したかったけど、もういいもんね。もういいよ。大丈夫、行こう。回復薬あるし。うん。まあ、キャバクラなんてやってる場合じゃねえもんな、今な。それどころじゃないんだよな。今やっぱり、まことちゃん第一で行こう。すべてはそれから。あ、この間のやつ。おお、ちょっちょっと。無視かよ。ほら。なんだよ、忘れしまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。うん。あ、今思い出したの。遅いな。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。ごめんなさい。すいません。強えわ。チンピラ相手に何やってんだよ、マジマちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。あ、女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。空の一坪はもう誰のもんでもない、闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっ通りから飛び出したな。なんかこれずるいよね、このセリフね。自分じゃかなわねえと思ったらさ、もうなんかやっとおめえも一丁前になったらみたいなセリフを言うことによってさ、圧倒的優位な位置を保てるわけじゃん。まだポジショニング的に、実力的にはもうね、こっちが上だとしてもずるいなこれな。てめえ誰だ。おい、なんだてめえ。いっぱいいんな。おい、誠から電話預かってきた。お
せっかいな殺し屋じゃ。おせっかいな殺し屋とか一番最悪じゃねえか。なんだそれ、おせっかいで人殺しちゃうのかい。なんてやつだ。お、変わるのね、ここでね。敵に戦うのかと思って、うわ、めっちゃいいんじゃん、人。なんだ、警視庁の訓練か、お前、テロリストの。対テロ訓練よ。チャカ持ってるしな。うん。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします?構わねえ。始めろ。へい。あのさ、この架け橋みたいなって外しちゃえば終わりじゃないの。出航せえや。おお、なんだありゃ。おお、お待たせ。キリュウ、奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢、おめえらの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。おお。日教連だ。おら、撃ち返せ。嘘でしょ。何これ。逃げも隠れもしないじゃん、もはや。戦国時代かよ、なんだ今の。先生、先生かわいいな。やべ、浮気しそうだわ。誠ちゃん一つりだったのにな。先生いいな、看病されてな。こっちも始めようぜ、キリュウ。なんだ誰だ、バイオハザードみたいになってる。誰だ、風間さん、風間さんじゃねえ、柏木さん。柏木さん、大型持ってんだ、免許。キリュウ、錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。おい、キリュウ、行こうぜ。なんか面白いことになってきたな、おい。